小学校1年生の息子が最近お友達のことを話さないです。学校でうまくやってるか心配です。どういう声かけや反応したらいいんでしょうかも。友達のことなんか話しません、1年生は。しかも男の子。もちろんね、個人差あるからね、男の子、聞いて聞いて、まあ、って、もううるさい、黙ってっていう子もいますよ。だけど、小学校1年生が6歳ぐらいになってきたら、いよいよ子供たちは、もうママの知らない世界を築き始めます。都合の悪いことはママに言いたくないし、で、ママに言ったらこれ先生に言われるかもとか、なんかややこしいことになるかもとか思ったら、もう言えへんし、ね、少々のことがあってもね、もう友達と解決したりとか、先生にチクって終わったりとかするし、いちいち何でも、でも幼稚園の時みたいにお母さんと共有して全部分かっといてなんてありません。で、子供のこと全部分かってたらそっちの方が怖い。もう分からない、知らない息子がいるっていうので、多分いい感じの母子分離になって、ね、いい関係性が築けてるんですよ。でも、常に何かあった時はお母さんはあんたのいつも味方やから、何かあったらいつでも言うといてなって、両手を広げて一歩引いたところからこうやっていてあげること。これが小学生の子育ての基本になります。ねえ、どうしたんどうしたん、学校で誰と遊んだ、何やった、誰と仲いいのって、もう鬱陶しいです、それは。ね、話したくないです、子供は、そんなことまで。で、今日はどうやったんって、いつもと同じように校舎があって、いつもと同じ担任で、いつもと同じ友達と遊んで、いつもと同じように授業をやった。それ言わなあかんって、男の子そんな感じなんですよ。ね、今日どうやったはね、やばな質問よね。はい。なので、何かあったらいつでも言うといてなって、向こうから何かちょっとママ聞いてみたいなんで、話してきたら、それは、なんか、味してる手を置いてでも、何聞くでって言って聞いてあげます。でもこっちから押していかないということね。これはもう小学生の育児の基本。はい、覚えておいてください。